皆さんおはようございます。朝起きてまだ5分ぐらいしか経ってないしおりです。皆さんこんにちは、スーパー商談ことしおりです。おはようございます、しおりです。なんかやねん、イエイ。これはですね、朝シャンを終えたほっぺ赤丸しおったんですね。最近朝シャンが多くって、本当はね、夜入った方が疲れも取れるし睡眠の質も上がるので夜入りたいところなんですけど、最近こうパソコン業務をずっとしてたら、もういつの間にか夜になってたっていうことが多くって、睡魔に先に襲われちゃうんですよ。だからお風呂入るの忘れて、もうそのまま睡魔に襲われたままベッドに入って、朝一番に起きてお風呂入るっていうルーティンが多いですね。で、今このミストめちゃめちゃさっきから塗りたくってんのは、マヨポンジャンっていうところから出てるビフィダアンプルミスト、韓国コスメになります。これ発酵成分とペプチドが入った 98.8% 天然由来のミストで、崩れた肌のバリアを健康的な肌に戻してくれるっていうやつですね。でナチュラルビューティー目指しますから私。あれ、あ、冷蔵庫に行ったのかな。でね、元の顔はさ、どうにもできなくてもやっぱ肌ぐらいは綺麗でいたいじゃん。で今取りに行った、あ、もうそろそろ水分がいっぱい入りきたようですね。でこれが私が最近めちゃめちゃ愛用している保湿クリームで、これぐらい塗ればいいよって言われたんだけど、私は乾燥肌なのでもっとたっぷり塗っていきます。もうこれね、私が今まで 30p 年間使ってきた保湿クリームの中で、もう一番テクスチャーと香りと、もう肌への密着度と、あと材料原材料もう大好き、全部含めて大好き。これはもう 100% 天然由来のものなんですけど、もう本当に最高です。でね、ちょっと結構固めのテクスチャーなんで、こう眉毛を整えたりとかしてる。これは手アイロンしてますね。こうちょっとシワが気になるところとかを伸ばしてあげてます。そう、眉毛の形大事大事、マジ大事だから眉毛。もういいだろ。首も大事ですよね。首ね。なんだ今の、一瞬リンパマッサージ、なんだ今の。はい、で髪の毛を乾かしていくようですね。結構ね、ピンクのカラー物持ちがそう、ピンクのね色持ちがいいってね評判なんですよ。ありがとうございます。お、ちょっとここで綿棒タイムです。おはい。で、ドライヤーする前にいつもココナッツオイルを髪の毛に塗っています。ココナッツオイルってさ、あったかいところでできるから、やっぱ熱に対するなんていうの、守りが強くて、紫外線とかもそうなんだけど、ドライヤーの熱とかからも守ってくれるんじゃないかなと思って塗ってます。あとこう乾かした時にね、程よいこう束感というか、ちょっと重たいオイルがついてたまま乾いてくれるから、そのちょっとこうしっとりしてストンと髪の毛が落ちてくれる感じも好きで使ってます。あ、そうだ、言い忘れてましたが、勘のいい皆さん、すでにお気づきかと思いますけども、今日の動画は私のモーニングルーティーンを撮ってまいりますので、どうぞ最後までお楽しみください。なんかこれちょっとさ、私のせっかち感出ちゃってない？お、あ、そうそう、これ皆さん知ってました？これね、熱風と冷風がこう交互で自動で流れてくれる設定で今やってるんだけど、これでや髪の毛乾かすようになってから、めちゃめちゃ髪の毛がツヤツヤになったの。しっとりすっごいサラサラになるようになって、あ、ちゃんとこう冷風で髪の毛こうちゃんと休ませてあげるのも大事なんだなっていうことを知った、アラサーです。最近はね、真ん中を切る。おお誰よりもびっくりしちゃって本人が、はい、でこれは皿洗いですね。まあ見りゃわかるね。これ昨日の夜、前日の夜に残してたやつ、洗っとけよっていうやつらが残ってたやつですね。そのさっきも言ったようにさ、ちょっとこうパソコン業務してたらね、なんかもう明日でいいやって、なんか疲れんだよね、やっぱパソコン業務。しかも私そのなんだ、会社に勤めてるとかでもないんで、本当に一日中パソコンと向き合ってるんですよ。
それが良くないですね。ちゃんとスケジュール決めてさ、自分を休ませる時間作りたいんだけど、なんかね夢中になるとずっと同じことしちゃうのね。はい、でもう気づいた方もいるかもしれませんが、うちお皿の水切りを置いてません。なのでこうやって毎回洗うか、そのまま洗いっぱなしのやつを横に放置して気が向いた時に拭くかっていうスタイルにしてます。あれ水切り機結構場所取るじゃん。あれがねあんまり好きじゃないんです。ああら、俺はそう、私ね暑がりなんですよ。なんかお風呂出た後ってめっちゃ暑いじゃないですか。だから、まあ、ちょっと涼しくなるまではこんな感じで家事やらせてもろてます。で今掃除機をかけ終わりまして、これからうちのワンちゃんのダニーさんのお散歩に行くんですけども、さすがにパンイチで外を歩くのはまずいということでデニムを履かせていただきました。ここでねすぐにダニーの散歩に行くのかなと思いきや、この私手作りの昆布茶という発酵ドリンクがありまして、これを飲んでですねコーヒーブレイクみたいな感じでちょっとこう一息とともに、出かける前に今日も頑張るぞっていう一杯をちょっと飲ませていただいております。はい、ダニーさんの大好きなお散歩タイムでございます。あ、リードがはい、なんかねダニーさんねすごい動きが素早くって、この色でしょ、しかもだから私ねジャンガリアンハムスターって呼んでるんですよ。大きいジャンガリアンハムスターみたい。ほんとで帰ってきたら洗濯物がちょうど終わってるという、さすが主婦。はい、この日ねすごくねいい天気だったので外に気持ちよく干させていただきました。でこれ干してる間にさ、ずっとこうカメラをセッティングしてるもんだから、旦那さんがずっと電源ついてるよとか、カメラの角度おかしいよとか言ってずっとなんか言ってくれたんだけど、うざいって、もうそれこっちで分かってやってますからってね言って、なんかむつまじい朝を過ごしました。これね犬飼ってる人、あ間違えた、犬飼ってる人あるある、絶対皆さん興味ないけどもう可愛いから見てほしいからご飯タイムは入れます。はい、お散歩から帰ってきて洗ったからちょっと顔びちょびちょなんですけど、かわいい、ほら待てしてるの、お皿から離れすぎだよって、そんなとこで待てしてるのって、そう伏せね、いやいやするのね、いつも伏せ嫌なのね、めちゃめちゃいつも待たされるんだよね。よし、はい、お利口さんっていう、すみません私の自己満のシーンでございました。で、やっとここから私の時間と言いますか、パソコン業務に入ります。これがだいたい10時から11時ぐらいの間かな。で、まあ 1,2 時間ぐらいずっとパソコンしてるんですね。こんな顔でパソコンにずっと 1,2 時間向き合ってると思ったら恐ろしいね。そりゃ老けるわ。でね、私前の動画でもちょっと言ったんですけど、目がねやっぱ疲れやすくって、1時間に1回とかはもう意識的にこう遠くを見るようにしてます。でなんかご飯1回も出てこなかったから、ちょっとお昼ご飯も入れちゃいました、モーニングルーティーンに。私普段韓国料理ばっかり動画では上げてるんですけど、ちゃんと和食を普段は食べてますそう、孫は優しいよね、意識してちゃんと食べてます。これなんで納豆をこんなアップにしたんだっけ、なんかを伝えたかったんだと思うんですけどね。はい、で念入りにねいただきますはちゃんとします、食材に感謝を込めて。最初は汁物からねいただきます。味噌汁ってねあんまりまずくなることないと思うんだけど、この味噌汁ねなんかびっくりするぐらい変な味だったんだよね。私が新卒で入った会社でですね、一緒に上司とランチに行った際に、最初ご飯から食べようと思ったらめちゃくちゃ怒られて、汁物から食べなさいと。もうそれから定食では必ず汁物からいただくようになりました。金副支店長ありがとうございました。和食ってなんでこんな美味しいんでしょう、美味しいっていう顔ね。はい、それではこれが私のリアルなモーニングルーティンでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。